てるのからだんだん水分が抜けていくとこっちになってくるんですよ。この筋が出てくるんですよ。この筋っていうのこれだんだん水分抜けていくと、まあ当然上がってくるんですよ。この中ではこれが一番ですね。今までちっちゃいやつ外れやって思ってたけど、外れ美味しい、うん、なんかね、ジョンにすることもあるし、うん、でもサラダとか、うん、生いけます。でもサラダとか、うん、ちょっと焼いて食べる。片栗粉まぶして焼くのです、うん、これでも、はい、うん、食べれますよ。もうこの葉っぱも一枚で。このまま干したら中が小豆になるんですね。ささげだ。そうか。うん、I'm sorry.
味見していい？すごコリキサラダ、サラダ、レモン、で浅川さんのラタカセ、ナス味噌、そういうやつの方がいいと、もう蒸発させるから羽で。そっかそっか。じゃあそれで、それでクラフトビールも作って、はいはい、おいしい、めっちゃおいしい、これライスご飯、ありがとうございます。お湯まで流して、このパイプという、焼き肉のあれに乗せて、ここまで持ってきて、インサートしてるから。